どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回の曲はですね、ウクレレで音楽デビューする人にもってこいの曲登場です。はい、ドン、オーマキバは緑。こちらの曲これは有名ですよね。オーマキバは緑、今の時期ぴったり。これねウクレレでやるといいですよ。しかもいつものように2バージョン、最初のシンプル簡単バージョン、後半はかっこいいバージョンなんですけど、シンプル簡単バージョンは入門コード3つでガズレレ簡単アレンジしておりますので、この曲でウクレレどんどん楽しんでいきましょう。はい、この曲はですね NHK みんなの歌の、放送が始まって第1回目に流れたという、もうそんなすごい曲ですから、はい、やっていきましょう。いやさっきも言いましたけど今日も2バージョンやりますよ。前半は初心者さん向け超シンプル簡単バージョンやります。後半はそこにリズムとちょっとかっこいいコードも加わってかっこいいバージョンやります。最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽って聞くの最高ですけどね、やる方がもっと最高ですよ。はい、今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったけどチャンスがなかったですとか、音楽やってみて楽器買ったんだけどもう挫折しましたみたいな、そんな方がもうあっという間にウクレレを弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあるんです。このプログラムを今見て全世界中の方がもう何万人もねウクレレ音楽始めてます、このガズレレ YouTube で。つい先日チャンネル登録者の方も15万人超えていただきました。ありがとうございます。皆さんもすぐにできますよ。もうちょっとしたらここにねそのプログラムのリンクがあります。その先に飛んでもらって上から順番に YouTube 動画を見てウクレレ触っているだけであっという間です。 YouTube ですからもちろん無料。今すぐ音楽を始めましょう。この曲で始めるのもいいと思います。ここにリンクありますよ。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン曲、課題曲、すでにもう1600曲以上もアップロードされております。これもねどんどん音楽を聴くからやり変えていきましょう。さあそれではね早速やっていきましょう。おー巻き場は緑、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。 1,2,3,4は緑、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いや爽やかで今の時期ぴったり。しかもこれウクレレにねもう本当に合いますよね。あの晴れた日のね公園の広場みたいなところでねこう太陽の下でこう巻き場をこう歌う、そんなイメージにぴったりです。ぜひ皆さん取り組んでやってみましょう。今のシンプル簡単バージョン、入門コード3つですよ。 C と F と G7、 これはすごいです。
すぐできる曲ですんで、まずこれで音楽始めるのもいい。もうできる方、この曲誰かに教えてあげるときもこれ最高だと思います。ぜひねこれ歌っていきましょう。でまずはですね、今やったガズレレ YouTube のシンプル簡単バージョンに合わせて、できるところ一つ目のゴールにしといてください。これ結構ねシンプル簡単なんでできると思いますけども、ちょっと練習して、まずそのねガズレレ YouTube で合わせて、そこが一個のゴール。もしそこまでできた方おめでとうございます。はい、そしたら次のステップに行きましょう。次のステップは何かというとですね、 YouTube を見るんじゃなくて、ご自身一人だけで音楽を生み出していきましょう。歌を歌って、メロディーを歌って、コードを変えて、リズムを生み出す。これが音楽のね本当のスタート地点、原点なんで、これをやっていただきたいんですよ。でも最初のうちはやっぱり楽譜見ながら練習した方がいいと思うんですよね。いずれ覚えちゃって、それこそ牧場の上でね大空を見ながら歌いたいですけど、最初はちょっと楽譜見て練習するのがいいと思うんですけど、じゃあ楽譜ってどうやって手に入れたらいいんでしょうってことになると思うんですが、ですね、今見てください。これ今ね、ガズってこの自分手で書いたノートを見て演奏したんですけど、もうちょっとしたらこの楽譜をカメラにこんな風にアップにして、こんな風にみんなも書いてみたらどうですかってシェアしようと思うんですけど、今いいサービスがあります。これです、ドーン、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の大牧場は緑の手書き楽譜を含む、ガズが今までもういっぱい、もう本当に膨大な数のノート楽譜を書きまくってて、もう山ほどありますからね。その中から毎月5曲お好きな曲をダウンロードしてすぐに練習できるよという画期的なサービスなんです。でね、このねガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーだったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとか、いろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている毎月2回行われている全世界中から参加していただける、ものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけどね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってます。そして毎朝7時からガズラジオ配信をしているんですよ。これがすごいです。ガズクラブの特典すごいでしょ。毎月2回のオンラインライブ配信と、毎朝7時から365日やってるラジオ配信。ここでもね、なかなかいい話が聞けますからね。あとそれと楽譜のダウンロードもちろんと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこうお勉強、大学ですからね。これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの押さえ方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして。そういうわけで今、ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージは、こう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックなね、お勉強するスタイルなんで、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にねリンク貼っておきますんで、ご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。おお、巻き場は緑、はい、チェコとかスロバキアの民謡だということで、ウィキペディアに詳しく書いてありました。はい、全世界でいろんなカバーがされて、アメリカでもすごく有名らしいですね、歌はね。はい、見ていきます。で、これね、ちょっと見てください。これなんじゃこれっていう表があるんですけど、これかっこいいバージョンではですね、ここにちょっとフレーズを入れようと思うんですよ。このフレーズは YouTube でいろいろ見ているときにすごく印象的なフレーズだったんで、これね、すごくこうなんつうの、山の景色が浮かぶようなね、素敵なメロディーだったんで、これ後で解説していきますけど、かっこいいバージョンでこのメロディーを弾こうと思います。で、こっからですね、始まったのはで、ここ F と G7 と C って書いてある、下にくるっと囲って Dm って書いてあるけど、かっこいいバージョンではこの F が Dm に変わったりしてますんでね、よくテロップを見てちょっといろいろ確認していただきたいんですけど、今やったのは上の段をゆっくり4つ弾きでやったということです。ここもほらコード変わってくるでしょ、こんな感じですね。はい、こうやって映していくんで、これ一時停止してメモっていただくか、デモ演奏内の YouTube デモ演奏内のテロップを一時停止してメモっていただくか、あるいは先ほど紹介させていただいたガズクラブでこの楽譜をそのままダウンロードするのもおすすめでございます。はい、あとちょっと付け加えていくと、ここコードがこれ見て、ワンブロックにF と G7 と C7 こんな風になってて、ここ止まるって書いてあるね。この止まるとかがこの、デモ演奏を確認しながら、あ、ここ止まるなと分かってください。はい、これでサビですね。はい、雪が溶けて、ここの2行がサビになります。はい、で、ここが1番やってサビですよね。で、ここ見て、2番やって、やったらまたね、ここサビなんですよ。2番やったらここに戻ってください。
で、カズソーやって、また3番やったら、またここでサビなんで、またここに戻ります。サビはずっと毎回同じのがついてくるってことですね。で、最後、このエンディング、こんな感じで、こういう風にやって終わったというのが今のガズレレ、アレンジになっていますが、3番までやりましたということなんですよね。はい。これ歌詞が変わってるだけで、コード進行みんなもう同じパターンですので、これはもうね、なかなか入門、コードばっかりですね。初心者様にはいいと思います。はい。では、コードを見ていきましょう。はい。今ね、やったシンプル簡単バージョンは C と F と G7 で、この超絶入門コード。この3つのコードはウクレレ始めたその日に覚えるコードですからね。これでできるっていうのはもう強力に嬉しいやつです。はい。で、これね、赤く囲ってるこれ Dm って書いてあるんですけど、これはですね、後半のかっこいいバージョンではこのコードも加えようと思うんですよ。これ初心者の方ってね、F は抑えられるけど、ちょっと Dm 難しいっていう方結構多いんですけど、まあまあ、抑えられる方はもちろん Dm もこれ入門コードのグループなんでね、どっちにしても、はい、コードで言ったら結構簡単だと思います。はい、でもちょっと今日せっかくなんで紹介したいものがあります。今日はね、このコードの他にこれをねちょっと紹介させていただきたい、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このウクレレでね音楽始めたいなと思ってる初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループなんですよ。今日は3つとか4つだけなんで、まああんまり必要ないかなと思うかもしれないんですけど、一応この10個のコード覚えておくと、もう夢のようにいろんな曲もう何千曲も弾けるようになっちゃうんでね。まあちょっとお時間ある時でもいいんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、10個を覚えるの結構大変なんですよ。で、ちょっとコツがいるんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう魔法の動画を撮ってます。ここにリンク貼っときますんで、ちょっとお時間ある時にね、ここ見てもらうと、この今日出てくるコードのなんか意味付けもすごくわかるし、おすすめです。コード、この入門コードなんで覚えておくと、本当にいいことばっかりですから、ぜひ覚えてみてください。はい、そしたらね、今のシンプル簡単バージョンは4つ弾きでゆっくり、おう、まきばわと歌っていたんですけど、これからかっこいいバージョンに入っていきたいと思います。この曲はね、歌はもうめちゃくちゃシンプルですからね、確認ということもないと思うんですけど、まあ、今一度こう歌詞を読み解いてみてもらうと、こういうことも歌ってたんだなっていう、なんか面白いなと思います。はい、じゃあここからかっこいいバージョンに入っていこうと思います。はい、そういうわけで今も紹介しましたけど、かっこいいバージョンではさっき F だったところが Dm に変わるところが出てきます。 F のところもそのままのところもありますからね、そこら辺の使い分けをちょっとコード表を見て、ちょっと感知してくださいと。でね、今日ね、やっぱリズムをね、どうしようかなと思ってたんですけど、ちょっと面白いリズム2つを合わせてみようと思います。はい、ドン。今日出てくるリズム。はい、スカビートと8ビートの、じゃあこのリズムでちょっとね、アレンジしてみようと思います。一応予定としては、1番はスカビート、2番、3番は8ビートのチャッという感じでやってみようかなというふうに思いますけど、ちょっとこれね、皆さんの好きな弾き方ちょっと選んでみてください。このスカビートっていうのはなかなか面白いリズムで、ちょっと解説しますけど、一応この今出てる2つのリズムは、ここにリンク貼っておきます。このリンク先でちょっと動画で確認してもらいたいんですけど、このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からスカビートと8ビートのチャ、それぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにそこにアップロードされておりますので、じっくりじっくり見て、ちょっとリズム感をねこう養ってリズムがかっこいいビートで弾けるようにちょっと見てもらいたいんですけど、まずスカビートっていうのは、ね、裏打ちのビートってことでちょっとやってみますけど、ワン・ツー・スリー・フォー・オー・マキバー・ワン・ニトリスカビートですね。で、スカってよくカッティングで短く止めるとすごくかっこいいんですけど、今日みたいなちょっと民謡っぽいのはカッティング入れずにズッパー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 でシンプルなやつでいいと思いますね。まず基本としてはチャをやって、その後アップです。はい、チャッパーチャッパーチャッパー、これでね、結構その雰囲気出ます。なんですけど、これね、歌いながらやってたりするとリズムキープが結構どんどん速くなっちゃうっていう可能性があるのと、あとね、ズッチャーズッチャーって裏にアクセントが来るんで、知らないうちにチャーズチャーズってひっくり返っちゃったりするんでね、これ結構体をしっかり揺すってスカビートをやってみるのをおすすめします。ちょっとじゃあ C で練習してみよう。ワン・ツー・サン・シー、1・2・3・4、1・2・3・4、1・2・3・4、こう、なんていうのか、テンポをすごくこう、大切にしないとです。どんどん速くなっていっちゃうんで、そこは要注意だと思います。これを1番で、やってみようと思います。そしてね、2番と3番はもう本当にこう、ノリノリでできるように、疾走感満載の8ビートのチャというリズムでやってみようと思うんですけど、これもこんな感じ。ちょっとふんわり
跳ねてるようなイメージがいいと思うんですけど、この8ビートのチャっていうこのチャがね、打楽器の要素が入ってて、これが結構かっこいいということなんですけど、この弾き方はですね、そのさっきのレッスン動画内でも言ってますけれども、あのリズムいろいろのね、8ビートっていう基本ストロークができてからなんで、まずこのリズムはね、8ビートから始めてください。8ビートができるようになったら、8ビートのチャ。こんな風にあの動画内でも説明しておりますけど、まず体を揺らして、この曲元気いっぱいがやっぱりキーポイント。やっぱ冬が明けて春になって、これからもう緑で、ね、芽吹いてきて、もうエネルギーみたいな、そんなテンションでできるのがいいと思います。この2つの弾き方ちょっと合わせようと思うんですけど、スカベイトがかっこいいなと思ったら、ずっとスカベイトでもかっこいいし、8ビートでも、あの、結構その辺はね、あの、自由な発想でいいかな。もう自分が気持ちよく乗れるもリズムをね、取り入れてやってみるのがいいと思いますけど、ガズはちょっと今日ミックスして演奏してみようと思います。そしてですね、あの、ワンブロックにコードが4つ入ってくるところがあって、そこで最後止まるっていうところがあるんです。ちょっとそこだけ解説しようかな。じゃあ1番の A メロの後半からいきます。まずじゃあ1番だからスカベイトですね。せーの。おまきばわりとびよく知れたものだ。ほい、今みたいに G7C。ここは普通に F G7C 頭でいいです。スカベイトだろうが。で、8ビートのとこも同じ。8ビート2番とか3番とかも、例えば、晴れた空のもと。ほい、はい。こんな感じで、じゃんじゃんじゃんって止める。最後の1回は止めるから。はい。でもテロップ上には一応こんな風に表記しておきます。ということで、お伝えしておきます。で、あとは結構シンプルにこのリズム感満載や元気な奥行きな感じでやってもらいたいんですけど、今日結構ポイントになるなと思うのは、これイントロにね、ちょっとフレーズが入ってるのがかっこよくて、一個 YouTube チャンネルでね、なんかこう、すごくこう、それこそ巻き場がバーっとこう、なんか山の上に広がってて、その中で笛の音みたいなのが入ってたんですよね。あのね、ちょっとスイスっぽいイメージだったんですけど、その、あの、YouTube の、映像はね。ちょっとフレーズ弾いてみます、今ね。ちょっとこんな感じのフレーズ。せーの。なんかね、壮大な感じするでしょ。ねーん、だだだだだだ。こんな感じなんですよ。はい。このフレーズをちょっとね、入れるだけで、こう、世界観がパーッと開けるなというふうに思ったんで、これやってみましょう。はい。じゃあ、これ、タブフという楽譜で解説していきます。はい。これ、今映しました。タブフ。このタブフっていうのはね、一体なんだこれ、どうやって読むのという方、この読み方わかんない方、概要欄に一応読み方のリンク貼っとくんで、ちょっと見てからね、これ見てください。このね、タブフの読み方を覚えてるとね、結構いろいろ、あの、ガズレレでもたまに登場するんで面白いですよ。はい。じゃあ、見ていきましょう。まずね、3000って最初書いてある。矢印書いてありますけど、これはね、1弦3フレット押さえて、あと000で開放弦だから、つまりこれ C ですね。C をジローンと押さえて、次、1弦の3、5、2弦の3って書いてある。この3つ連続で、1弦の3、5、2弦の3。はい。もう一回、1弦の3、5、2弦の3、フレット弾いて、次がキーポイント。次は1弦の10フレットです。10フレットったらいきなり飛びましたよ。これ一応説明しとくと、今日ここにポジションマークって言ってこう丸いボタンついてるでしょ。これ、だいたいほとんどのウクレレ、ここ3、あ、5、7、10と書いてある。だから1弦の10ってはここですね。ここを弾いて、こっちの開放弦も全部弾きます。はい。はい。これを最初からやってみます。最初 C を弾くでしょ。で、この時に人差し指で C を押さえておくといいかもしれないです。で、その後、この人差し指を押さえたまんま、1弦の3、5、2弦の3、もう一回、1弦の3、5、2弦の3やって、1弦の10フレット押さえて、また全部弾く。これを2回繰り返します。ちょっとめちゃゆっくりやってみます。このね、フレーズって、リズムがこうあるっていうか、フィーリングで、すごく溜めて伸ばすみたいな感じでいいと思います。じゃあ行きます。人差し指で C の1弦の3フレット押さえて、C を弾きます。はい。次は3連。1弦の10フレット。いいですね。爽やか。もう一回 C を弾きます。で、こっから歌に入っていく。ねーねーで、イントロから歌に入ってきます。こんな感じがかっこいいかなと思います。はい。でね、今ちょっと気づいたかな。C をこうやって最初 C 弾いといて、3、5、2弦の3フレットを押さえた時に、もうここ 2個こうやって押さえちゃうんですよ。そうすると次の1弦の3、5、2弦の3の時に、このままホールドしたままでいいんでね。ちょっとじゃあ、僕のこの左手見といてくださいね。最初人差し指で C 弾くでしょ。はい。その次1弦の3、5、2弦の3フレット弾く時に、もう1弦と2弦の3フレットをこうやって押さえちゃうんですよね。で、次ももう一回1弦の3、5、3だから、このままいけるでしょ。そして1弦の10フレット。はい。もう一回。はい。これで、なんかこう、パーッと広がる、なんか、そう、草原をね、思い浮かべて、こう、でっかいスケール感。で、こっから歌に入っていく。
これ。はい。やっていきましょう。これやっぱ体揺らして元気いっぱい。これがキーポイントになると思います。はい。それでは、おう、巻き場は緑、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。せーの。やってみました。あの最初のフレーズがいきなり世界観がこうガーッと変わる感じ、そっからいきなりこう元気いっぱいであの歌に入っていく。あ、なかなかこれやっぱ今の時期、春から夏にかけてこう緑がわーっとこうね茂ってくるときに、もうそんなのに囲まれてね、緑のこの匂いをね、香りをかぎながら全開で歌いたいなと思います。皆さん思いっきり歌っていきましょう。そしてお知らせさせてください。これ見て、これ、はい、これです。ちょっと以前もねこのリュックご紹介したことあるんですけど、これウクレレリュックなんですよ。ウクレレが入る、ここにガズレレとプリントがあったりとかして、これリュックサックになるんですけど、はい、こんな感じで、でね、あのこの横にも持てるんですよね。これだからビジネスマンの方これ横に持って、これパソコンとかもここに入るんで、出張の時とかウクレレとかのこれコンサートサイズも入りますよ、このウクレレは。でこれもう大好評で、もうすごいお問い合わせをいただいていたのが、再発売決定になりまして、ちょっとね 発送は5月20日順次なるんですけど、今予約受付開始してます。このリュックのことに関するリンクちょっとここに貼っとくんで、ぜひチェックしておいてください。これガズレレのアプリがあるんですよ、ご存知ですか。あのスマホとかタブレットに入るアプリなんですけど、ここにですね40曲の新しい曲のブロックが追加されたぞというニュースが最近飛び込んできました。あとそれに、まあ、付随しまして、そのアプリのね、アプリで提供してる楽譜がこうやって書籍になって本当の本になっちゃったっていう、これも新発売です。これガズレシピ。そしてですね、これも皆さん毎度おなじみだと思うんですけど、このリットミュージック社から出てるこの赤青黄色信号機みたいなこのガズレレのこのソングブックと教本なんですけど、この度ねこの緑色の本がですね4月にですね、リニューアルして中身がちょっと入れ替わってですね、さらに進化版になって、発売になります。これもね概要欄のところに貼っといたりします。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとあのここにいつも挟んでるこの水引きだとかストラップとかキャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからねちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね弾くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。またガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さようなら。